どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、リクエスト動画なんですけど、ほぐし方の動画をちょっとまた作ってみました。こんな感じで今日もやってみたんですけど、今回のポイントは櫛です。コーム、これのテールをこう使いますね。ここのテールの部分を使って、これを使うことによって本当にこうほぐしって、こう指でこうやってよく美容師さんがやってるやつあるんですけど、それってやっぱ後ろで自分でやるときって結構見えないじゃないですか。でもこれを使うことによって自分で見ながらここのボリュームが欲しいなっていうので出せるんですね。で、その簡単な方法を今日はやってますので、いつもこれちょっとできないと、もう簡単にポニーテールやってるけどバランスがおかしいという方、よかったらこの方法で一回やってみてください。結構簡単にできるかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは動画をどうぞ。まず通常のポニーテールからやっていきます。顔周りの髪の毛を目れ毛を下ろして、まあお好みの位置ですね。まあ大体後頭部ぐらいが結構やりやすいかなと思うので、後頭部ぐらいで結んでいきます。で、次にここのボリューム感をちょっと出すんですけど、まあコームとかのこのテールですね。で、ボリュームが欲しいところにテールを入れて引き出すんですけど、結構こう硬くて引き出しにくいというか、ちょっとつれて痛かったりとかするので、あんまりこの方法はおすすめしません。次におすすめの方法です。また顔周りの部分を下ろして、同じように後頭部ぐらいでしっかりとまとめていきます。で、まとめた時に今手で持ってる状態ですね。で、このボリュームが欲しいところの部分をテールでボリュームを出します。そうするとこの 手をちょっと緩めるだけで結構ボリュームがしっかりと出やすいかなと思うので、この時点でテールで形を整えていきましょう。トップの部分を出したら、次後ろの部分を少しだけボリュームを出して、丸みが綺麗に出るようにやっていきます。ここでゴムをまたしっかりと結びます。今トップのこの正中線のところだけ出てる状態なので、これだと少しちょっと寂しいというか、横から見た時のバランスは全然綺麗なんですけど、ちょっと寂しい感じがするので、この部分ですね、サイドのちょっと上の部分もボリュームを出していきます。ボリュームの出し方なんですけど、普通に後ろからこうボリュームを出すと、まあ、見えないので、大体こうご自分でやられる時とか、こう鏡を見ながらやると思うんですけど、その時にまたこのテールが結構役に立つんですけど、このボリュームが欲しいかなっていうところ、まあ、例えばここの真ん中の部分からちょっと離れたところ、まあ、指1本分ぐらい離したところから、この見えてる前の部分から少しだけ毛束をテールで取って後ろに持ってきて、そのままぐーっと少し広げます。次もだいたい指1本分ぐらい外して、見えてるその前から見えてる毛束ですね、このままぐーっと後ろにスライドしてきて、後ろで少し出してあげる。だからそうすることによって、こう見ながらバランスもちょっと保てるかなと、ボリュームも出しやすいかなと思うので、そういう風にやってあげると綺麗に出てきます。反対側も同様に前から見ながら毛束を少しだけ取って、そのまま後ろに滑らしてきて、ここでボリュームを出します。だいたい指1本分ぐらい外して持ってきてボリュームを出していきます。だいたい取る幅、毛束の幅は、まあ多くて3ミリぐらいの束感がベストかなと思います。結構これだけでもボリュームが出るんですけど、あともうちょっとこうよりルーズ感が欲しかったら、この毛束ですね、後ろのを少しだけ取って、ここをグッと引っ張る、まあ、これもランダムで全然大丈夫なんですけど、毛束を取ってそのままグッと引っ張る、まあ、何箇所かこう引っ張ってあげると
こうちょっとこうグッと締まるところと緩むところが髪の毛の毛束で出てくるので、それでよりルーズ感がしっかりと出てラフな感じに見えるかなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。結構簡単にルーズにボリュームが出る方法かなと思います。バランスも結構しっかり取りやすいので、よかったらこの方法でやってみてください。